アプリケーションキーアプリケーションキーまたはメニューキーとはマイクロソフトウィンドウズ用のパーソナルコンピュータのキーボードに配置されている場合があるキーの一つでありキートップにはメニューとマウスカーソルのマークが刻印されているウィンドウズを中心としたコンピュータ用のキーボードに存在する場合があるこのキーが存在しないキーボードもある通常は キーボードの右側の ALT キーと Windows キーの間、または右側の ALT キーと Ctrl キーの間に一致している。キートップにはメニューとその上に置かれているカーソルが描かれた小さいアイコンが刻印されている。Windows キーと同時に登場した。搭載や使用はオプションであり、Windows を使用する上で必須ではない。基本機能は、 マウスの右ボタンをクリックした場合と同様でコンテキストメニューが表示される。ショートカットキーのシフト解除とも同様である。マウスカーソルの位置によってはコンテキストメニューが表示されない場合もある。アプリケーションキーは通常マウスに右ボタンがない場合などに使われる。いくつかの Windows パブリックターミナルではセキュリティの観点からユーザーに右クリックをさせないように キーボードにアプリケーションキーが存在しない場合がある。日本語キーボードでは、かな漢字変換のキーの存在のためにスペースキーの幅が狭い。Windows キーとアプリケーションキーの登場により、さらに狭くなったため、スペースキーで漢字変換するユーザーやゲームユーザーなど、スペースキーを多用するユーザーには必要性を批判されることが多いが、マウスより、 キーボード入力を多用する人にとっては必須とされている。Ubuntu ではメニューキーと呼ばれる。ありがとうございます。